野牛家一族類大の母所吉則寺は、奈良県奈良市、野牛下町にある臨在州大徳寺派の寺院。三号は新号山で、本尊は釈迦如来。吉則善寺とも称される。野牛藩主野牛氏の菩提寺。かつては、野牛城があった、野牛の地区を一望できる高台に位置し、門前の坂の途中に正木坂健前道場を構える。野牛家の墓地は、 元々は、中宮の寺にあったが、吉則寺の創建に伴って改装され、吉則寺裏の墓地に、野牛藩主、野牛氏一族代々の墓石が80基余りが並ぶ。北から寺へ登る坂が霊源坂、その登り口の橋は古風橋であり、東南の小高い大地である三王台とともに、野牛重慶に挙げられている。また、霊源坂の中ほど東側の地が、 野牛宗都市の居住地とされる。寛永15年山和国野牛藩主、野牛宗則の会期、宗則と信仰のあった、拓安双方の解散により創建されたと伝えられる。宗則が、父の赤州祭宗都市の母体を弔うため、野牛城があったと伝えられている場所に建立した。宗則の死後、当時、11歳であった伐死の六津丸が、仏門に入り、 大徳寺の天遊和尚に預けられた後、列道義仙が、東山の、第一世十字となった。昭法四年正月、将軍、家光の内位によって、宗乗の医療小柳瀬村の一万二千五百国の、うち二百国が、吉乗寺に寺領として分与された。法永八年の火災により全焼したが、昭徳四年に再建された。廃藩後は後廃して、三門屋、 本性も売却され、明治末期には、無重の寺となったが、大正11年に、野牛家の末裔である、元台湾銀行取の野牛和義の弟、元氏が資金を遺存し、本堂が再建された。その後、大正15年6月に副住職として赴任した、橋本貞義には住職に就任は、吉野理事の最高に奔走。橋本は、 野牛新影流の普及に努めたほか、昭和3年には境内に、大和青少年道場を開設し、知的障害児の保護育成に尽力するなど、多方面の事業を手掛けた。本堂には、本尊釈迦三尊像のほか、木造卓安を小座像及び、木造、田島守胸の里座像を安置している。また、デニア牛三義筆。 月の章などの時報を伝え、野牛氏に関する資料多数を収蔵しており、資料館が併設されている。木造、田島守胸乗り座像は、慶安4年に胸乗りの7回帰に、あたり、野牛宗冬が、京都の大仏史高官に掘らせたもの。また、木造宅安を小座像は、明暦3年に、列道が、京都の大仏史高春に掘らせたものであり、共に、 前術の火災を免れ、今に伝えられている。昭和38年に、当時の住職、橋本貞義により開設された剣道と座禅の道場。柳生三義の正木坂道場に習って命名された。橋本が手掛けた中でも、40年以上にわたり、開設にまで力を尽くした一大事業であり、宇垣一世、徳富祖法、犬飼武長谷川慎。 吉川英治ら数多くの政治家や文化人、経済人の賛同の下全国から資金を集めて行われた。奈良地方裁判所として使用されていた、幸福寺別当一乗院の建物を移築したもので、正面入り口は京都諸市内の玄関から移された。座禅と剣道を一体とした指導が行われており、全日本剣道連盟による全国指導者講習会や、 喧嘩の剣道大会の会場に利用されている。ありがとうございます。